我こんばんは。今日はミュージカル「ピーターパン」見てきたよ。ケンケンさん可愛いギフトありがとう。ミュージカル「ピーターパン」ってさ、もう何十年も続く超名作、超有名ミュージカルじゃないですか。でも私ピーターパンって多分ちゃんとお話を見たことがなくて、マジで雰囲気でしか知らなかったんですよ。でもう超ワクワクして見に行ったんです。もう最高だった。やばい朝劇場行くよ。あ、待ってます。公演ピーターパンとフック船長が出てくるやつ。そうそうそう、岡部のね、りんちゃんが、そう、りんりんがウェンディ役で出てて、そうマジで絶対見に行こうって思ってたんで、マジ有言即実行させていただきました。やばかった、めっちゃ面白かった。ってかなんかワクワクした。心がマジ10歳ぐらいに若返った気がする。てかそのさ、周りで見てるさ、なんかやっぱピーターパンって子供がめっちゃ多いんですよ、その感激のところに。子供がもう本当に8割ぐらいみたいな。めっちゃ可愛くて、なんか見てるみんながめっちゃ可愛かった。なんか声が漏れちゃってんの、可愛いわーみたいな可愛いなんか感激の声が近くからいっぱい聞こえてきて、すごい可愛かったのめっちゃ可愛かった。でもね、内容はね全然子供向けじゃないですよ。すごい面白かった。マジ可愛かったな。めっちゃ可愛かった、子供たちの反応が。なんかそれも込みで楽しかったこんばんは。やっぱさすがにその演出がおしゃれすぎてすげえって思った。マジみんな見た方がいい。信じられないぐらいすごく良いから、みんなぜひとも見に行ってほしい。本当にとんでもなかったです。あとね、ジョン・マイ・ラブで菊の役をやってた小熊凛さんも出てて、そう奥間凛さんの姿もバッチリ見てきました。やっぱミュージカルって人を幸せにしてくれるよな。幸せすぎてやばかった。あれはとんでもない作品に出会っちゃったなって感じ。本当にすごかった。そう、知り合いですね。知り合いが2人も出てた。こんばんは。マジで最高だったな。こんばんは。なのでぜひミュージカル興味がある方はピーターパンぜひ、まだチケット取れるみたいなのでマジでみんなぜひ行ってくださいマジで良かったです。やばかった。楽しかった。そんな感じで今日は感激デーでした。まあちょっとね、その長いんですよ作品が。休憩が2回あって、だからトータル2時間45分ぐらい、休憩も含めて。そうだから本当にね、午後は完全にもうミュージカルでホクホクの日でした。最高です。マジで子供たちの反応が可愛すぎてめちゃくちゃ良かったな。なんかさなんだっけな、どんなこと言ってたんだっけな、周りの子供たちすげえ可愛かったんだよ。なんか全部の反応が可愛かったの。しかもね、近くに普通にご年配の方とかもいたんだけど、ご年配の方もなんか可愛くて、最初席にそのまだ開演前のね席に着いたタイミングで「ピーターパンなんて見たら若返っちゃうかも」みたいな言ってて、めっちゃ可愛かった。近くの席のお姉様方もすごい可愛かった。ご年配のお姉様方がね「ピーターパンなんて見たら若返っちゃうかも楽しみ」って言って座ってて、めっちゃ可愛かったです。すげえなんかもうみんなやっぱピーターパン見たらみんな子供に帰っちゃうんだと思って、すごいね、いい世界だったわ。めちゃくちゃいい世界だった。こんばんは。ネバーランドすごかったよ本当に。りんちゃんのファンの方がいたかはちょっと分かんなかったな。りんちゃんのファンの方の顔を知らないからさ。そう、ぜひ若返りに。ミュージカル好きな人は絶対好きだと思う。あんな素敵な作品やばいわ。いいね、最高だったよ。あまりにもね。サリーのショールームでピーターパン見ることになりました。いいじゃないですか。それ私のおかげかな。大丈夫？嬉しい。マジでもう今日はだからすごいテンション高いです。ウキウキ、いい経験してきた後だからさやちゃんウキウキです。ウキウキ。ちょっとハサミ。こんばんは。ケロさんギフトありがとう。トメさんギフトありがとう。こんばんは。今日はウキ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 デーだでいい。ふん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 。あれ？それハサミどこやったっけ？でもめっちゃあっという間だった。その2時間45分だったけど、超あっという間だった。こんばんは。楽しい時間、そうあっという間。マジ劇場でさ、いつも言うけどさ、楽しい時間はあっという間でって。マジであっという間だよね。どうにかならんのかね、このシステム。もっと楽しませてくれよって感じしない？そんなすぐにさ時間過ぎちゃうんじゃなくてさって。だからさ、明日の公演の練習明日しなきゃ。朝起きたら全曲確認しよう。音散ポジ覚えてるかな？記憶にないけど、そう金木犀香る頃ポジです。楽しみ。デマでいっぱい見て。明日のどうしても君が好きだはどのポジだろう。6番か。だからどこだ。あー、振り逆になるな。どっちもありだろう。チャラチャチャチャンか。チャラチャチャチャン、チャラララン、チャ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 。君がいるとぎこちなくなってしまうよで。ここかな。うん、曲振りしない人。久しぶりにシンパシー。お、それはウキウキだね。久しぶりのシンパシーとか絶対楽しいやん。やば、気合い入れよう。さやもよいしょ。下手じゃない？どうしても君が好きだわ。多分みーおんさんのポジだったら多分重力シンパシーに自分のポジションで出る時の新芽なんですよ。みーおんさんのポジは確かね。だからある日突然、恋はいつでもある日突然のポジではあるわけ。あ、そう、1日の僕隊も発表されましたね。まりあちゃんの卒業公演は僕隊いっぱい8メンバー出るよ。覚えてくれるよ、ももちゃんとななせちゃんが。わーい、嬉しい。で、久しぶりに自分のポジションをやるので普通にそちらの思い出しもしないといけない。覚えてるかな、さや。こんばんは。明日からさやりん5連勤だね。え、そうなん？27、28は？28って何かあったっけ？あ、28僕隊？29、30がお話会。あ、そうなんだ。あ、そうか、それ僕隊か。それスケジュールに多分入れてないな。28休みかーって思ってたもん、さっき帰りの電車で。あ、そうか。はー、なるほどね。28の僕隊は自分のポジション？あ、違うんだ。この前のポジションか。ははーん、オッケー。じゃあそれが終わってから僕隊は思い出せばいいってことね。オッケー。そうか、そういえば28、そうだ。なんならさ、出たくて28って私出ますかねってマネージャーさんに自分から聞いたわ。なんかひななさんがさ、28ってさやりんいるのってなんか普通に喋ってる時に言っててさ、あ、まだ聞いてないっすねって言って。そう、それだから今聞きますわって。言って、そういえば聞いたわ。じゃあ今聞きますわっつって。オッケー。公演いっぱい出れて嬉しい。なんかさ、ちょっと前まで、ほんと数日前までさ、卒業までに200回行けないかもしんないんですよねみたいな言ってた気がするんだけどさ、余裕で超えるじゃんね、このまま行くと。全然余裕じゃない？杞憂でした。いらぬ心配だったわ。めちゃくちゃ出てるわ。呼んでもらって嬉しいね。こんなに嬉しいでございますよ。こんばんは。僕体のポジ増やしてよかったね。でもそれはマジでそう。 DMM にいっぱいサリーいて嬉しい。弱い。こんばんは。金曜日の僕体、金曜日の僕体はどっちの方が多いんだろう。わかんない。オンデマでちょっと見てみて。こんばんは。こんばんは。今夜はお手紙書いて寝るね。お、明日くれんの？やったー。マジお手紙あると嬉しいよね。お手紙大好き人間だからさ。なんか私さ、あんまり自分でお手紙書くの得意じゃないのね。だからお手紙が書くのがどれだけ大変とか難しいかって分かってるからこそ、もらえるとめっちゃ嬉しい。そんな労力をかけてまで私に文字をしたためてくれた優しさと思って手紙大好きですそうやってそういう気持ちになれるからお手紙大好き。お手紙すぐ読む。うん、そのともう受け取ったその場で劇場で読む時もあるし、意外と帰り忙しくて読めなかった時は帰ってきて寝る前に布団の中で読んだりとか、お風呂入る前に読んだりとか、その日中には基本読んでるかな。受け取ったその日中には。そう、基本的にね。婚姻行く予定ないけど帰っちゃおうかな。え、それも嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。こんばんは。今日暑かったね。びっくりした。あまりの暑さに驚いちゃった。やだよね、暑い日ばっかりで。もういいよって思う、正直。もう夏満喫したよってめっちゃ思うけど、夏は許してくれません、そんなことを許してくれないよ。もうそろそろ解放してくれ、我らを夏から。もういいんです。今日本当にね、びっくりした。なんか今日3時ぐらいに家を出たんだけど、その時間帯ってまあ一番暑いじゃないですか。2時から3時が一番暑いじゃん。はあ、暑いと思って絶望した。ああ、この時間はやっぱ家から出ちゃいけないんだ。こんばんは。おかずさん、ギターありがとう。そうだ、暑すぎて755に思わず書いちゃった。この気持ちは誰かに共有しないといけないと思って、あまりの暑さにみんなに共有しちゃった。もう言わざるを得なかった。言わないなんてことできなかった。こんばんは。地面からの照り返し、ああそういうのも暑さの原因なのか。なるほどね。ははーん。嫌になっちゃうよね。かといってさ、建物の中とかはさ、冷房効きすぎてて寒くてさ、もうバランスが難しいのよ、体温調整の。普通に寒暖差で体調を崩しそうって思うもん。そうなんだよね。こんばんは。みんな思ってることだよね。でもさ、結構寒暖差で体調を崩すことが例年の感じだと多いので、ちょっと気をつけないとなって思ってます。気をつけないとなって。もう体調崩したくないね。卒業までプリプリ元気でいきたいところではある。これ以上はね、崩してられないです。最近ね、メンバーも体調不良多いですから、みんなも早く元気になるといいなと思ってるよ。試験さん、こんばんは。体調崩してるメンバー心配だな。よいしょ。そう、最近ね、自分で髪の毛セットするとき、この髪型にハマってます。最近いつも三つ編み下げてる。いつもじゃ。てかなんかあんまりさ、凝ったヘアアレンジできないから、これぐらいしかねできるもんがないんですわ。しかも今日はちょっとミュージカルを見に行くってあれだったんで、おしゃれしなきゃと思って。舞台見る時とかはね、ポニーテール邪魔になるからね、結構ね。なので2つとかおろしとかのことが多いかな。こんばんは。こんばんは。おろしは今暑いもんね。そうなのよ。こんばんは。でもさ、あと髪の毛くせっ毛だから、髪の毛おろすとそのすごいうねうねして大変。こんばんは。回伸びたよね。もっと伸びてほしかったな。意外と伸びが遅かった。なかなか髪の毛っつうのは伸びないね。こんばんは。そう切るのはほんと一瞬なのよ。だからそういえばさ後悔したんだけどね。確かに明日明後日の髪の毛どうしよう。全然決めてないけど、まあ重力シンパシー公演はねマジで髪型自由だからな。帽子ないから。こんばんは。この間の27時間テレビのゆりさん、どんな髪型してたっけ？じゃあ後で調べよう。パッと出てこないや。これはゆりさんオタクの風上にもおけん。だっていつも可愛いもんゆりさん。こんばんは。ラプンツェルはなんかもっと伸びてからやりたいまたって思った。ラポンツェルよいしょ。こんばんは。わあ明日明後日とかどうしよう。僕体ってさ髪型めっちゃ悩む。帽子がかぶれてかつ結構踊る曲が多いから邪魔にならなくて暑くなくてみたいな。悩ましいですね。悩ましい。こんばんは。でも次の僕体も楽しみ。毎僕体楽しみやな。毎公演別の楽しみがある。どれもこれも楽しくって困っちゃうよね。何でも楽しいんだもん。何でもかんでも楽しくって楽しくないことがなさすぎて困っちゃう。こんな楽しくていいんですか？サリンの日暮らし好き。嬉しい。ありがとうございます。いつも緊張してます。日暮らしは結構ゴリゴリの緊張です。次の僕対戦日暮らし誰とだろう。ひななさんか。ひななさんいるっつってたもん。ひななさんであろう。わあこんばんは。ステージで歌うって楽しいよね。こんばんは。こんばんは。今日も輝く未来歌ってる？今日は歌ってないな。昨日は歌ってたけど昨日はお風呂で歌ってたけどね。バッチリ歌ってたよ。こんばんは。日暮らしは思い出すたび辛くなる。生で聞いた時感激。嬉しい。そんな大したことないですけどね。でも思い出すたびに辛くなるも歌ってて楽しいな。めっちゃ楽しい。明日はレッスンですか？だから明日は公演だって。お風呂で歌ったらなぜかうまくエコーかかったみたいになるからね。反響してね。やっぱ歌ってさエコーかけた方が上手に聞こえるんですよ。カラオケとかもさあれ勝手にエコーかかってるけどさ、機械でさボリュームいじってさエコーゼロにするとなんか物足りない感じするよ。今度やってみて。エコーってめっちゃ大事。よいしょ。子供の頃風呂場で歌ってよく怒られた。怒るの？さ、怒られたことないな。めっちゃ家でもクソでかい声で歌ってた気がする私。爆音でよく歌ってました。親もびっくりの声量でね。きっと歌っていたことでしょう。こんばんは。まあでもね、実家の時はね一軒家だったからさ怒られなかったけど。今はお風呂場で歌う時はめっちゃ声を抑えてる。いや公演曲は家で歌わないっすね。公園で歌ってるから。基本だから AKB の曲をプライベートで歌わないかも。ステージで歌っちゃうからさ、家で歌うよりステージで歌った方が楽しいし、そこで発散できてるから AKB の歌は基本歌わないっすね。こんばんは。んばんは。ちっちゃい頃何歌ってたかはさすがに覚えてないな。さすがに忘れちゃったけど、AKB の歌はマジ練習しなきゃいけない時以外あんまり歌わないかなと思います。こんばんは。明日は午後からですが、今日も早く寝たいところ。昨日さ、私布団に入らずにさ、布団の上にさボフって寝てさ、ああ今日はよく寝れそうだと思ってさ、なんとなく目をつむっちゃったらそのまま2時間ぐらい寝てた。2時間ぐらいして目覚めて、あああああっつって布団に入って寝ました謎、めちゃくちゃ謎なことしてる。でもさ、その今の掛け布団がね、めっちゃさ、そのふわふわ具合というか触り心地というか、その最高なんですよ。上にボフってなるのが、そう、それでついついそのまま寝ちゃった。そう、モフモフというか、めっちゃ触り心地いいんだよ。なんか大したこだわりもなく買ったら思いのほか触り心地が良くて、ちょっと良い気持ちですね。いい買い物したなーって思ってます。肌触りいいのいいでしょ。ってことはまだカビゴン育ててないですね。正解。賢いね。さやの行動から考察するのが素晴らしいよ、ほんと。こんばんは。やめなさいよ、邪推するの。正解なんだから、それ正解なんですから。そう、ダメですよ、正解を言わないでください、恥ずかしいんだから。こんばんは。ちらだいぶ育ちました。え、そんな数日で育つの？ポケモンスリープってまだリリースされて数日しか経ってなくね？林くんだな、マジかよ。インストール忘れた？やろう一緒に。ちょっとまださえも始めてないんであれですけど、今朝ダウンロードしました。いいね。着々と人口が増えてるね。いいですね。さえもみんなに追いつかなくちゃ、追いつかなくちゃ。人影ゼニガメ不思議だね、それられてハッピーです。いいね。やっぱその世代の御三家ってあるもんね。我が世代の御三家。それはポッチャマとかが好きだよ、御三家で言ったらね。それは何育てな、どういうシステムか分かんないんだけど、その何、自分でその好きなポケモンゲットできんの？ゲットしなきゃいけないんじゃないの？その育てるためにはシステム分かってない。乗り遅れてるからピエンピエン。でもさ、あまりさがっつりさポケモンやってたことってあんまなくてさ、あ、眠りタイプで近寄ってくる子が違うの？え、じゃあ一生近寄ってこないタイプもあるってこと？自分の寝方が常に一緒だった場合。え、何そのゲーム性、ちょっと面白いんですけど。よくできてるね。そういう感じなんだ。じゃあやるわ。やるやる。やります。気になった。今の寝てる間にポケモンが近づいてきてるってことで、朝捕まえたりするのかな。まあそういうのもひっくるめて学ぶために楽しそうだから入れるわ。ちょっと知ってみたら急にがぜんやる気が出た。がぜんやる気が出たよ。迎え入れられたわ。みんなもやろう一緒に。チュートリアル長め。あ、そうなの。じゃあお風呂の中でやろうかな。なんかどういう感じかわかんないけど、なんか早起きになりそう。朝ポケモンをするためにそのあんまりにギリギリに起きると触れないから、ちょっと10分早く起きよっかなみたいな。いい傾向じゃんそれ、きっと。あと長く眠りたくなる。あ、そのあれなの、長く寝た方がポケモン捕まえやすいみたいな、そのゲームにとってのメリットみたいなのがあるのかな。へえ、素晴らしいね。面白そう。やるか。いや、こればっかりはやるやる詐欺にならないようにでもなんかその健康になれそうということは結局のところね。こんばんは。さーて、明日の公演も頑張るかな。こんばんは。明日の公演で最後一番見てほしいところは「涙に沈む太陽」の2番のサビ前、ここです。みーよんさんのポジで一番楽しいのはマジで間違いなくそこ。記憶だけが花じゃんが一番楽しいから、そこを見てほしいここです。ここいいんですよ。ここめっちゃ楽しいの。センターで歌ってんの、その瞬間だけセンターに入るの。歌割りの瞬間だけ。そこを明日のポジションではさやがやるので、マジでみんなに見てほしい。そこ意識してほしい。あ、ここ私さゆりんが好きなところねって思って見てほしいこんばんは。さあ、そんなわけでそろそろ終わりにしますかね。ちょっと短いですけれども、お付き合いありがとう。明日も頑張りまっちょ。ランキング13位、こうちゃんありがとうございます。12位、ともちさんありがとうございます。11位、ぷにょさんありがとうございます。11位、とてもきんけいさんありがとうございます。9位、やすさんありがとうございます。8位、マンダリンさんありがとうございます。7位、みなずきん3300点さんありがとうございます。6位、ひらりんさんありがとうございます。5位はさっぴさんありがとうございます。4位、おかずさんありがとうございます。3位、ケロンさんありがとうございます。2位、けんけんさんありがとうございます。そして1位はとめさん、ありがとうございます。ありがとうございました。また明日おやすみ。バイバイ。